第6章開戦。連隊長があんな若造で大丈夫か。ガーナ様、その辺の若造とは違う。何も知らぬくせして勝手なこと言うな。知るわけねえだろ。ついこの間まで対立してた奴らのことなんてな。口の利き方に気をつけろ。ぶっ潰されてえのか。それはこっちのセリフだ。俺の親父はお前たち砂にやられた。ここで仕返ししてやってもいいんだぞ。はあ、どうやらそう簡単にまとまることはできないようだな。当然だ。これまでの歴史上、各社とは常に争い続けてきた関係だからな。さて、この状況をどうなされる、戦闘大連隊総隊長殿。自国自里のために第1次から第3次までの長きにわたり、忍びはお互いを傷つけ憎しみ合ってきた。その憎しみは力を欲し、俺が生まれた。かつて俺も憎しみであり、力であり、人中力であった。そしてこの世界と人間を憎み、滅ぼそうと考えた。今、暁がなそうとしていることと同じだ。だが、木の葉の一人の忍びがそれを止めてくれた。その者は、敵である俺のために泣いてくれた。傷つけた俺を友だと言ってくれた。彼は俺を救った。敵同士だったが、彼は同じ人中力だった。同じ痛みを理解し合った者同士、わだかまりはない。今ここに敵はいない。なぜなら皆、暁に傷つけられた痛みを持っている。砂も岩も木の葉も霧も雲もない。あるのはただ忍びだ。もしそれでも砂が許せないのなら、この戦争の後に俺をやればいい。俺を救ってくれたその友を、今敵は狙っている。彼が敵に渡れば世界は終わる。俺は友を守りたい。そしてこの世界を守りたい。世界を守るには俺は若すぎる、浅すぎる。だから皆の力を貸してくれ。まずは元暁のメンバー、そして元人中力のメンバー、さらに元五影前任者たち、最後にその他諸々名のあった手だれたちだ。どうだい、そうそうたるメンツだろ。それにヤマトの木遁チャクラを使って絶も強化することができた。もちろんこの地下にいる約10万の絶を含めて、ね、戦力は十分に揃ったわけか。君の方は確か止水の目を手に入れるため団蔵の体を手に入れたとか。あれは回収することができなかった。
断蔵め。こと切れる前に己の光を潰すとは。それは残念だ。彼の目があれば戦況はさらに有利に運ぶはずだったのに。まあいいか。あれがなくともこちらの戦力は強大だ。万が一にも敗北はありえない。気を抜くな。奴らも相当の戦力を集めている。分かってるさ。けど僕らが有利な状況にあるのは間違いない。そうだろ？いよいよだな。行くぞ。開戦だ。ここはもう敵の領地内だ。周辺への警戒を怠るなよ。はい、了解。ここまで大きな動きなし。周囲に異変もない。だが得てしてこういう時が。今ので数人やられた。くそ。挨拶のつもりだったんだがな。お前らにはちょっと過激すぎたか。ん？派手好きなのは相変わらずか、デイダラ。お前は赤砂のサソリか。久しぶりだな、カンクロ。ああ、お前、あん時旦那がぶっ倒した雑魚か。ここまで敵地に入り込んでくるとはな。どうやらお前たちも奇襲部隊のようだな。奇襲部隊同士がこうして勝ち合うのは珍しい。ってことはここを制した方が今後の流れを有利に運べるってことか。うん。ならこの戦争をもらったな。てめえら雑魚にオイラたちの相手は荷が重すぎるってもんだ。一度舞台から降りた者に二度もこの世に立つ権利はないじゃん。とっくに古い時代は終わった。今の新しい時代にあんたたちの術は通じないぜ。おおおお、雑魚のくせに一発の大口叩きやがるな、カンクロ。そこまで吠えるのなら俺を相手に証明できるんだろうな。お前の黒ひげが俺の赤ひげを超え新しい時代が来ていること。あいつ仲間の体を。当然だ。戦闘開始。俺たちが復活していることに。お前らの戦闘はすでに入っている。黒ひげ総援活撃。体で新しい芸術を生み出す。芸術は爆発なんだ。俺たちの姿は何度でも爆発する。止めるには強さはそこに魂がある。自分の忍びだった。誰かに操られるやつ。以前より少しはチャクラエイトの使い方がある。今の俺に勝つことはできない。お前
たちじゃないか。これが黒ひぎ総炎の神髄。黒ひぎ総炎活撃。勝負あり。奇襲部隊同士の戦いは俺たちの勝ちだ。気をつけて。江戸転生で復活した者は魂を封印するまで何度でも復活します。ここは私が封印します。頼む。終わりましたね。いや、これからだ。怪我人は医療部隊と合流しろ。動ける者はこのまま奇襲に向かう。はい、はい。これは本当か、井の市。ああ、奇襲部隊同士の激突は忍び連合が勝利を収めたと現地からの連絡だ。こちらでも敵数が減ったことを感知した。所詮は俺たちの勝ちだ。よし、戦況はどうだ。先ほど連合の奇襲部隊が敵側の奇襲部隊を殲滅したと報告がありました。まずは一勝だな。他の戦場はどうなっている。各部隊が戦場に陣取ってすでに数時間。そろそろ各地で戦いが始まる頃でしょう。こちらを。ここはダルイたち第一部隊が陣取っている海岸線です。感知班によるとここに向かって敵が接近しているとの連絡がありましたが、まだ距離はあるようです。キスチ殿が率いる第二部隊には雷の国生誕に布陣してもらっています。彼らには地球より迫っている敵兵の殲滅を指示しています。大量の敵を相手することになるとは思いますが、第二部隊の戦力なら問題ないでしょう。下の国に布陣しているのは畑かかし率いる第三部隊です。現段階では大きな動きはないようですが、戦いに備え準備は進めさせています。第五部隊三船殿のもとにあの三将軍の半蔵が接近していると連絡がありました。数ある江戸転生の忍びの中でも半蔵は別格。かなり激しい戦いになると予想されます。さすがは半蔵殿。三船、なぜお前が忍びにつく。時代遅れの侍を貫き通してきたお前らしくもないな。もはや忠を尽くす主なき侍が忍びに組するとは。それでも侍か。忍びに組したわけではない。我らが忠を尽くすのは遥か昔より同じ。ただ一つ、和でござる。和だと。和に忠を尽くし己の信念のもと動く。何を言うかと思えば、和だ忠だ、そんなものに考えを縛られているほど愚かなことはない。結局のところどちらが残るか、それが重要。勝った方が己の正しきを証明できる。勝ち負けで判断することに意味はない。大切なのは意志。己が内に秘める信念。いくらでも吠えるがいい。この先10年100年と話そうとも、わしと貴様の意見が交わることはない。正しきは一つ、己が抱きしる心のみ。ならば今ここにお見せしよう、三船が内にある心、信念の強さを。戦闘開始。時代を遅れの侍が、わしの心、そして行くぞ。田口不要、我が心臓が捨てることはない。その足を切ることなどできる。果たして生倉かどうか、その上で確かめるといい。ここまで私の動きを見る。
とはかつて戦ったことがある。地元との経験があるからこそ、私の相手に生き残ったもの、それが御船、お前だった。私の愛にやる、何も気づいていない。まだ一体わしに何が見えてないというのだ。行くぞ、参る。これにてごめん、半蔵殿。勝負あり。もともとの力の差は切迫、勝敗を決したのは信念の差でござる。わしの負けか。わしの信念を捨てぬこと、それはかつて貴殿にもあった確かな心。それをなくしてしまった貴殿に拙者を切ることはできぬ。信念、心か。かつてのわしも持ち合わせていたもの、今のわしには持ち合わせぬもの、そしてお前が常に抱いているもの、それがこの勝負を分けたか。見事。相手はあの半蔵。御船殿。御船殿の第五部隊からの連絡、無事半蔵の撃破に成功したとのこと。やってくれたか。御船ならば失敗はないだろうと思っていたが、その通りだったな。だな。よし、戦況は忍び連合が一歩リードだ。近く、他の戦場からも連絡が入ったぞ。キツジ殿率いる第二部隊が敵の殲滅に成功した。すでに次の行動に移っている。そうか。合わせてこちらからも連絡だ。第三部隊のもとに近づいていた敵兵がもう彼らの目の前まで迫っている。戦いが始まるぞ。カカシ、頼むぞ。各自持ち場に着いたようだぞ、カカシ。ああ。敵はどこまで近づいてるんですか？それを今パックンたちに操作させてる。ただそう遠くはないだろう。じゃあいよいよなんですね。怖がらなくても大丈夫です、さくらさん。あなたは僕が死んでも守り抜きますから。ありがとう、リさん。カカシ、感知忍者を中心に戦闘隊を組め。他は12、3、6、9時の方向をカバーしつつ、万事の陣を基本としよう。霧と、それにこれは霊気ですか？カカシ先生、これって。ああ。まさかこんなところで再会するとは思わなかったよ、ザブさん。お前がいるということはあの子もいるんだろ。お久しぶりです、カカシさん。鬼人とヒョウトンの子か。戦うことになるのは分かっていたが、まさかお前だとはな、カカシ。あの橋の上でとどめを食らって俺は地獄に行くはずだった。だが気がつくとハクと同じ場所にいた。おかしいとは思ったが、どうやらここは天国でも地獄でもないらしい。ここは現実の世界、もうお前たちの来る場所じゃないのさ。ザブザ、ハク、
きくなったな、カカシの部下のくのいち。あの小僧は元気にしてるか。え、うん。ザブザ、お前たちのおかげでナルトは己の人道を見つけることができた。そしてそれをお前らの墓の前で誓ったんだ。その時からブレない立派な忍びに成長した。なら彼はもっと強くなる。カカシ、これから俺たちがどうなるかもう分かってるだろう。この体は所詮操り人間、お前たちの力で俺たちを。話はもういいだろう。そろそろ働いてもらうよ。俺たちを止めろ。ザブサ、カカシさん、お願いします。もう一度僕たちを止めてください。僕の夢はザブザさんの道具としてザブザさんを守りきることだった。けれどこうしてザブザさんも術にかけられているということは、あの時僕があなたからザブザさんを守りきれなかったということ。そしてまた今もザブザさんを守るどころか道具にもなれない。いや、君はザブザを守った。彼が死んだのはもっと別の理由。そしてザブザは君のことを道具だなんて思っちゃいなかった。カカシ、余計なことをベラベラと。ザブザさん、あの時俺は初めて負けた。カカシ、容赦するな。俺をどんな手を使っても止めろ。俺はもう死んだ。人間として死んだんだ。ああ、分かってるよ。ザブザさん、ありがとう。メガ。来るぞ。戦闘開始。変わらず強烈な殺気を発生した。ザブザ、遅い。こんなところであの二人と再会するなんて、ナルトが知ったらなんて言うかな。確実にこちらの急所を狙う。油断すればこれも危ないな。遅い。大切り勝負あり。ザブザ、ここまでと。カカシ、これは。ああ、彼らは霧隠れの最強部隊。霧隠れ、忍び型な新人種の前任者たちだ。ザブザとハク、あの二人は俺が止める。なるほど、カカシはあくまでザブザとハクが狙いですか。よほど二人と因縁があるようだね。なら思う存分戦ってもらおうか。ガイ、あとは頼む。ああ。さて、俺たちの相手は
あの6人だ。作戦はあるのですか、ガイ先生。奴らは相当のやり手。いたずらに時間をかけては被害が大きくなるだけだ。ここは短期決戦、一斉撃破で行くぞ。リーとサクラは俺をサポートしろ。そんな、あのレベルの忍びをまとめて相手にするのは危険すぎます。ここはできる限り相手をばらけさせて、カッコ撃破を狙った方が確実じゃ。確かにサクラの言うことも一理あるな。ではガイ先生、僕たちは、これから俺たちは3方向に分かれての戦闘を始める。各自それぞれの相手を倒したら他の戦場の補佐に回れ。いいな。はい。なんとか七人衆をばらけさせることができた。まず一人一人確実に。戦闘開始。ムナシ陣髪は爆投手術を使う。不用意に飛び込むなよ。あの刀、爆発の図式と書いてある。爆発に注意しろってことね。あの爆発力はとんでもないよね。強引に近づくのは適切じゃないと思う。喜んでる暇はない。すぐにリーさんたちのフォローに行かないと。僕の拳で戦場に勝利を呼び込んでみせます。戦闘開始。大東牙の剣を守り、何を扱う忍びですか。動きと効果範囲を気をつけないといけません。クリアラレキシバルには注意しろ。不要に変わった武器を持っているようです。もっと攻撃しや。お待たせ。いっわください。ガイ先生、すぐにそちらに向かいます。忍び連合に敗北はない。行くぞ。戦闘開始。よし、貴様。こいつは刀を持っていない。俺たちらを油断させる作戦か。来てくれたか。こいつは宝月満月、とっ危険な男だ。獣物じゃないか。叫びの陣に気をつけろ。本当の俺はどんな弱さを吹き潰すぞ。刀が見えるのに。アサッチャック。息を合わせて。アサッチャック。できれば生前に一戦交えたかったが、残念だ。よし、ここはどうにか落ち着いたな。音の方角からするに、あの方向は…カカシ先生、ザブザ、待ってろ。そう時間はかけない。
戦闘開始。お前たちの思いは俺が受け取ったよ。お前たちとあの時戦ったのは戦いがあったからこそ、あの時のお前は迷った。だがその迷いはお前が人である証だった。お前の覚悟、人間として死んだ。もうこの世に向けにいい存在じゃない。いけない。ザブザ、お前はあの時ハクを切ることをためらった。だが今は違う。感情のない正義です。貴様らのような平和ボケした忍びは本物の忍びじゃねえ。だがだ、そんなことを言っている段階でアマちゃんなんだよ。ザブザ、本当にお前はそう思っているのか。ハクは俺にとっちゃ道具の一つにすぎねえ。さよならだ、鬼神よ。俺のために戦い、俺のために散る、俺のためだけの道具だ。これで最後だ。総雷神。君の実力はそんなもんじゃないだろう。さあ見せてもらおうか、霧隠れの鬼神、その本当の力を。戦闘開始。侵入をここまで利用する。ザブザブ、ではもう少しだ。この戦いももう終わりだ。もうこんな戦いはなしにしよう。死に様と涙は、できるならお前と同じ場所に生きてえな。俺もお互いの絆そのものだったよ。あいつら敵だったけど、俺あいつら好きだった。俺もだよ。
海先生。江戸天聖、この術は許せない。まあ俺も熱くなるまで時間のかかる方だが、今回は久しぶりに沸点が低かった。千の術をコピーしたコピー忍者のカカシ、これより通りな通り暴れる。この戦場、俺の予想ならそろそろ。現地の情報部隊から連絡。カカシ率いる第三部隊が江戸天聖の忍びを相手に奮戦、攻勢に転じ敵の殲滅に近づいているようです。よし、やるな。さすがは畑カカシといったところか。まあ当然だな、あいつなら。第二部隊、第三部隊、そして第五部隊の戦闘はほぼ完了したと言っていいでしょう。どの戦場も我々忍び連合が勝利を収めています。思いのほか順調だな。ああ、逆に違和感を覚えるほどにな。奴ら暁はまだ奥の手を残していると考えた方がいいでしょうね。次に動くとしたら、ダルイ率いる第一部隊が守る海岸線か、それとも砂漠地帯に陣取る第四部隊か。いずれにせよ夜が近くなっている。おそらくは次の衝突が今日の最後の一戦になる。頼むぞみんな。